ヘンリー・トロロープサーヘンリー・トロロープは、イギリス海軍の提督バス君尺師。トロロープは14歳で海軍に入り、アメリカ独立戦争時に、軍艦、キャプテンと、エイジアに勤務した。また、レキシントンの戦いとバンカーヒルの戦い及びボストン、包囲戦に参加した。校舎では、 ダンマーハクジョン・マレーに従って、バージニアとロードアイランドへの遠征に従事した。1777年、彼は4等級戦列艦、ブリストルの3等艦となり、フィラデルフィアにあるモント・メリー・トリおよびクリントン・砦と、マッド島の攻撃に参加した。トロロープは1781年に、直任艦長に昇進した。 1783年にイギリスとアメリカが講和した、あとは、ウェールズで暮らし、1790年に後東急38門艦、プルデントの艦長として、海に戻った。トロロープは、ガーディナーの著書、ナポレオン時代の軍艦に、カロネードクレイジーと書かれている通り、カロネード砲のみを装備する二隻の軍艦を作らせた。一つが44門、フリゲート、レインボーで、 同感により彼は、フランスのフリゲート、エベを、抵抗なしで降伏させた。二隻目である、戦列艦、グラットンでは、フリゲート四隻、コルベット二隻、ブリッグ、カッター各一隻のフランス戦隊を、オランダのフリッシュゲンに追い込んでいる。1797年のスピットヘッドとノアの、反乱において、トロロープは、 時間は元より他の二隻の艦の反乱者を解き伏せた。1797年の後半には、74門艦、ラッセルを指揮して、キャンパーダウンの海戦に参加した。この海戦の勝利への貢献によって、バス組のナイトコマンダーとなり、さらに1831年には、ナイトグランドクロスに引き上げられた。トロロープは1812年に提督となり、 1815年のナポレオン戦争の終結に伴って引退した。1839年11月2日、バース近郊のフレッシュフォードで自殺した。第二次世界大戦当時のキャプテン級フリーゲート、トロロープの官名は彼に由来するものである。サンビセンテ岬の海戦でネルソンの上官となったキャプテンとは別官。ありがとうございます。